初めて持った時からそう思ってたんですけども、なんか初めてかこの楽器、これ僕すでに弾いたことあるんじゃないのかなっていうぐらい体に馴染んでる感じがあって、で僕もともと本当にいろんなギター、古いものから新しいものまでたくさん使ってきてるんですが、その中でいろんなギター使ってる中で使ってきた中でどういうものが好きなんだろうって考えた時に、個性が強いもの、この楽器を弾く意味があるものっていうのが、そういうものがなんかそういう個性ですね、キャラクターで、そういうのが強くしっかりある楽器っていうのが好きで、これにはねそれがねあるんですよね。なのでなんか初めて持った時もそうですし、今日も久しぶりに弾かせてもらいましたが、やっぱりこの個性っていうのがその僕の好きっていうところにめちゃくちゃ呼応してくれるんですよ。なんか響き合うハーモニーから出てくれるちょっと言い過ぎかもしれないですけど、でそれが何なんだろうっていうところでいろいろ考えていったときに、僕本当その現場ではハンバッカーからシングルタイプ、なのでレスポールからストラトまでたくさんのいろいろな種類のギターを使い分けていくんですが、その中でも特にその現場でいろんなアーティストさんから、でもジャズマスターやっぱりいいよねって言われることが多くて、ジャズマスターよく使うんですよ。でそのジャズマスターがなんでそういう風によく好まれるのかっていうのを自分の中で考えたときに、なんかレスポール的なハンバッカー的な太さがありつつ、でもシングルコイル特有の速さ、鋭さがあるっていう、そこのちょうどなんか、いわゆるハムバッカーとストラトの中間くらいにある。だからなんか何にでも合うのかなというところで、いろんな人から好かれるのかなと思って、そういうのを比べてきてたんですが、いろいろ弾いてきてたんですが。これはなんかそういう特徴があるんですよね。なんかこの、箱のもののギターなので、温かさがある、太さがある。でもシングルコイルのピックアップなので鋭さがあるっていうところで、僕のそういう好き好んでよく使ってるジャズマスターの特徴とすごく似てるっていうのもあって、なおさら使いやすいのかなと思いました。でこの V90、 このピックアップが普通の P90 って実はあんまりどちらかというと得意ではないんですよ。でそれがなぜ得意じゃないかって言われると、ちょっとね丸っこくなりすぎるんですよね。もこもこ、悪く言うとモコモコしてちょっとこもってしまう。それがちょっと現場ではいろいろなジャンルに必ず合わせられるかっていうと、そうもいかないことが多くて、ちょっと苦手なところがあったんですが、これだったらばかなりはっきりしてるんですよ。温かさはあるんですが、芯の強さっていうのがものすごく強くある。なんかジャズマスター的な、なんかそういう鋭さみたいなのが備わっている。でなんかその特徴いろいろと、もうちょっとどんな感じがあるんやろうっていうのを聞きながら確かめてみたらば、ゲインが多分高いんですよね、 P90 に比べると。なのでしっかりそのあたりチャキッマシッっていうところが出るのかなと思ったんですが、なのでそのあたりゲインが強くてはっきり芯のある強いサウンドっていうのが、このボリューム操作にやっぱり活かされてくるんですよね。ゲインが高いとボリューム、ここでアンプが歪んである状態だったらば、歪みからクリーンまで結構しっかり調節することができるんですよ。なのでそういう手元での操作を対応する人にもいいのかなと。僕結構その現場でも、エフェクターの踏み替えもそうですが、手元での操作で音色っていうのはすごく調整するんです。そういうのも自分のそのプレイスタイルに合ってるので、なおさらなんか、あ、初めてじゃないっていう感じがしたのかなと思いました。あと僕結構そのアンプ直で、そのアンプの歪みをほんとそのね、手元で調整したりしながら使うことも多いんですが、そういうアンプ直で歪むものって言われると、やっぱもう AC30 ですよね。AC30 はもう本当にその歪みからクリーンまでアンプ一つで全部作れてしまう。で、しかも、ボリューム操作でそういうのを調整することができるギターとの相性というのが特に、っていうことでも、これにはこれなんじゃないのかなっていうところで、もう本当に今日も間に何も使わずに、AC30 に直で弾いてみてるんですけども、全く過不足なくこれだけで全部演奏できてしまうよなっていうのポテンシャルを多分感じていただけたと思います。このギターの作りとしてすごく特徴的だなと感じたのが、このネックのグリップなんですよ。ネックのグリップ、最近結構薄いものって多いじゃないですか。結構難しいことをやられる人が多いので、そのいわゆる親指を後ろに回して弾く。この時にやっぱりゴツすぎると、ちょっとなかなか操作性が悪かったりするので、結構薄いもの。もしくは、ギブソンとか最近そこまででもないかもしれないですが、結構もうごつい、もう丸太みたいやな、みたいな。なんかどちらかに結構両極化してるなーっていう気がしてて、僕はまあ全然どっちも好きなんですよ。どっちも好きなんですが、欲を言うと、握りやすいし、親指裏に回して、ソロも弾きやすいし、みたいな、全部できる握りのやつがやっぱりいいんですが、これは結構そういう特徴があるんですよね。
で、何なんかっていうと、いや、まあ、かまぼこ型ですね。あの、大まかにジャンル分けするとすると、丸っこい。なので、あの、誰が握っても握りやすいとは思うんですが、でも、この頂点の部分がね、少し平たくなってるんですよ。でも、その頂点の部分が平たくなってあるやつだと、この横の部分が結構エラが張ってて、しっかりしてあって、その握った時に結構この親指の部分とかにぶつかってしまうものとか多いんですが、これは結構、かまぼこ型なので、ここが結構スッキリしてるんですよ。スッキリしつつ平たくて、でも適度な厚みがある。適度な丸みがというところで、コード握るのもいいし、僕みたいにこのね、なんか握り込むスタイルから、親指を後ろに回してソロ引くスタイル。なんかそういう、いろいろなポジションで、その指の置く位置を変える人。なんかそういう人にぴったりなんじゃないのかなと思いますね。僕はそういうタイプなので、このニックの握りすごく好きです。で、なかなかこういうの探すとね、ないんですよね。なので、あ、面白いなと思いました。あとは、やっぱりこの、ホローボディだけれども、真ん中に、あ、これセンターブロック通ってるんですよね。なので、このセンターブロック通ってるので、ハウリングにめちゃくちゃ強いです。さっき結構歪ませて、しっかり歪ませて弾いてみたんですが、ほぼハウリングすることはなかったですね。でも、ホローボディ、横はやっぱり空洞になってあるので、ただ単にスルーだけ、センターブロック通ってあると、こういう、セミアコのモデルでも、スルーということになるんですが、ただただ鋭いだけではなくて、ちゃんとその空洞があるので、アコースティックなエア感を感じることもできるっていう風になってました。で、こういうホローボディになってやると、そのボディ、体と自分の体と密着する面積大きくなるじゃないですか。そうするとギター弾いてると、そのギター弾いた時に得られる振動っていうのが、普通のギターよりもやっぱ多く得られるんですよね。で、ギター弾いてる時の振動、体にパーって伝わってくると、気持ちめちゃめちゃ上がるんですよ。あ、気持ちいいな、ギター弾いてるなって気持ちになるんですよね。で、これはやっぱりそういうような気持ちにさせてくれますよね。なので、ボブキャットを、ね、初めて持った時からそうなんですけれども、その自分のプレイスタイルに合ってるっていうのはもちろんなんですが、なんかそういう、弾いてて気持ちいいな、長く弾いてて楽しくなってくるな、みたいな、そんなギターですね。